本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です。文芸春秋がお送りします。本の話ポッドキャスト五分で聞く文春新書。今日は七月十九日に発売になりました内田まえさんと浜田幸一さんの対談本「鬱を生きる精神科医と患者の対話」について内田まえさんを迎えしてお話を伺っていきたいと思います。 聞き手は編集部の担当、ええ、鳥島です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。ええー、と、この本は、あの、まあ、内田さんのちょっとご紹介から簡単に、えー、失礼します。あの、小児精神科医で、ハーバード大学医学部准教授。えー、マサチューセッツ総合病院小児う病センター長をなさっています。で、えー、もう一方、浜田光一さんはですね、あの、安倍晋三政権下で、あの、アベノミックス。 経済政策が行われたと思うんですが、そのアベノミクスのブレーンでいらした方で、えーまあ、ゲーム理論の業績などであの国際的にも業績があり、イエール大学の名誉教授でアメリカに長く住まわれています。内田さんも同じくアメリカ・ボストンにも長く住まれていて、まあ、この本が出来上がったということなんですけれども、ちょっとお二人の。あの つながりがなかなか読者の方にパッとわからないかもしれないので、まずこの本がどういうきっかけで生まれたのかというところから、内田さんにお話を伺っていいでしょうか。 はい、もちろんです。確かにどこにつながりがあるんだろうという二人なんですけれども、実はこの,あの本が生まれた大きなきっかけというのは、私の母にありまして、私の母、内田千代子は私と同じ精神科医なんですが、えーえー、と私のまあ父が分子生物学者で、イェール大学にもう30年前ぐらいですかね、研究留学をした際に、我々、一家でイェール大学のあるニューヘブン、 というコ、えー、ネチカット州の町に引っ越しました。そこで生活していた際に、浜、えー、田先生が、えー、実はまあいうつ病を患われておりまして、えー、やはり日本語で母国語で、えー、相談 をしたいという願いを持たれていた際に、えー、経済学部のイェル大学経済学部の研究員の方から私の母が紹介されました。あの私の母は、えー、イェル大学のまあ客員研究員といった形で臨、えー、臨床を勉強していたんですけれども、アメリカでの医師資格を持ってはいないので、えー、公式な主治医として見るわけではなかったんですが、あのまあ精神科医としてのまあ知識を持ちながら。 あのえー、狭いこうアメリカの小さな町の中の日本人。 えー、コミュニティの中の、まあ、一員を助けるといった形で、えー、相談に乗るあのあのといった形で2、えーねえー、人の関係はスタートしました。でその後ももう30年以上、まあ、30年ぐらいかな30年弱か <laughs> ぐらい経ったあの段階なんですけれども、えーえー、とずっとあの浜田先生と母はあの、まあ、交友が続いておりましてもちろんその人生におけることを、えー 精神科にかかることを母が、えー、相談に乗ったり、そして、まあ、友人としてもあの会食をしたり、あのー、っていったことをずっと続けてきたので、そのようなつながりがありました。でその、えー、と母のつながり、えー、の中で、私は浜、えー、田先生の,あの思い打つの状態だったり。だ りとかあとは、まあ、機種燃料を持たれていたこと、入院されていたこと、えー、気分安定剤を飲まれていること、そして、えー、息子さんも同じうつの、えー、影響で実施されてしまったことということを聞く機会がありまして、えー、浜田先生がいつかこの体験っていうのをあの誰かの糧に、誰かの支えになるようにあのパブリックに語りたいとおっしゃっていたこと。 あの、私もあの聞いておりました。なので、それがまあ実現したというのがこの本でした。うん、ありがとうございます。まあ、近年あの日本のこうあの出版会というか、あの本あるいは漫画を見渡してみると、まあこううつ病のこう当事者の人がですね。まあ、自分のその闘病体験をこう語ったり、あるいはその鬱からこう抜けうつ抜けっていう本もな。あの漫画もちょっと流行った時があったんですけれども。 あのこうつから抜けた時のこう急,性急性期っていうんですかね、まあ、少しあの解放に向かってあのもうこれで大丈夫って思った時こそ実は注意が必要でまさにその本の中でも舞さんのお母様の,あの言葉に助けられたっていう浜田さんのエピソードが出てくるように、うん、まあそういった時期のことをこう書かれた漫画とかあのちらほら出てきていて結構なんていうかこう闘病をあの、まあ、かつてはちょっと打つっていうのをおやけにしにくいの、うん ことがあの少しこうパブリックに語られやすい素地っていうのが、まあ、近年ちょっと日本でもできてきていたかなとは思うんですけれどもやはり要職にあられた方があの、まあ、経済界せ、まあ、政治の世界にいらした方がなかなかこうあの自身のこう体験を語られるというのがあの私も貴重だなというふうに思いまして、まあ、そのあたりちょっと 日本と、またアメリカだと少しあの違うのかもしれないんですけれども、うん、どんなふうに最初、あの語りたいっていう、公に語りたいっていう浜田さんの気持ちを聞かれてどう思われのか、うん、そうですね、まあ、浜田さんの場合は、パ、えー、ブリックにはこうおそらくこう社会的な指標で見ると成功されている方と見られる方だと思うんですね。あのイエール大学の教授であったり えー、安倍内閣の、えー、官房参与だったりそして、えーとあのまあ、作曲を趣味にされていて CD を出されていたりと肩書きだったりそのなんていうんでしょう成果だけを見たらあのものすごくこう成功されている方という、えー、イメージを持たれると思いますそしてその成功といった指標がおそらくそのなんていうんでしょうねこうあの特に日本の中の固定観念の中で こう男性が成功するっていうのはこういったことなんだろうって言った、うん、あの例えば数学経済学の中のその学問を極めてそして、えー、日本の政治の中でのまあなんて言うんでしょうね影響を与える力を持つっていうそのいわゆるマッチョなあの、えー、と固定観念にまつわるこう成功というのを収められてきた方でしたあのしかし実はその成功こそがうつの,の原因になっているという とことをあの,この本の中でも語ってくださっていたり、あのまたその成功と移る影にはものすごくあの辛い苦しみがあったっていうことだったり、なかなかその表には見えないストーリーがあのそっちこそストーリーがあるという人生を送られた方なんですよね。でその まあやっぱりそ,その偏見というのを少しでも打ちあの砕くことそして同じようにどのような成功を収めていても収めていないというイメージを持たれる方でも苦しまれることっていうのは必ず人生の中あるのでそのような方にあなたが1人ではないよっていうことをあのお伝えできればといったそのようなあの意思を語られてましたね。 それは私も共有している思いなので、そのメッセージを送ることができたら、すごく嬉しいと思っていま、なんていうんでしょう、反、ま、省、あ、をまさしく語ってくださったとっいうことと同時に、うん、あのその闘病体験というふうな言い方をすると、やはりちょっとこう、まあ、ネガティブなというか、うん、少しこうあのダークな印象を持たれる方も多いかもしれないんですけれども、うん、も私もお話を伺っていて、あの 大変なんていうかこう引き込まれる面白いというあの気持ちもあの持ちましてあの特にこうあの入院イェール大学のこう精神病院に入院されたまあその前後のお話を聞くと大変まあ激動心の中がこう嵐のようで大変なんだけれども非常になんていうか面白いエピソードがたくさん語られていますよね。 そうですね。はい、特にやっぱ入院生活の中での,あの他の患者さんとの関わりっていうのは私もすごくカラフルなエピソードだなって思うものがたくさんありまして。えっとあの 濱田先生はその時のことを何て言うか初めてこうアメリカというものに触れたっていうことをおっしゃってたんですけれどもおそらくイエール大学の教授っていう職の中では関わらないような方々とものすごくこうパーソナルな話を。 たくさんする機会だったりとかあの共同生活、まあ、入院生活こう精神科の病棟って共同生活のようなものなので共同生活をする中でえお互い気づくことだったりそしてお互いあの共有するものがあったりっていうその何て言うんでしょうね関係性というのがものすごくカラフルで、えっと、すごく私あの好きなフレーズがそのあの入院生活を語られる中で最後の方にあるんですけれどもあのちょっとフレーズその通りではないかと思うんですが がおっしゃってたのが、そのご自分は浜田先生は、えー、っとあのまあなんか。 えこの他の人たちとは違う違う違う位置にいてそしてこう精神科に入院されたのも、まあ、ちょっと、うん、あの、まあ、ちょっと悪い状態になったからなったんだってでも、えっと、でもこの人たちとは違うんだって思う思いで最初入院されていたっていうことをおっしゃっていてしかし一緒に生活する中でそれぞれのこう思いだったり希望だったりっていうものをものすごく応援 あのするようになったしそしてその人たちとの関わりの中で自分は今精神疾患にまあ苦しんでいてえっ、ー、とあのまあそれを本当にこう向き合わなければならないことなんだっていうそういった認識ができたっていうことをあのおっしゃってたのが私はすごくまあ心に響いたんですよねはい私もそこすごく印象的で何ていうか本当にこう人生というあのものがこう あのそこに凝縮されて語られているような,なんかこう他の人たちのこう人生のなんか一側面にこう結構深いところで触れたっていうその感触そのものがなんか語られている気がして何とももちろん何て言うかね入院生活大変でらしたのは間違いないんだけれどもでも何て言うかその体験を通じてこう私たちが受け取るもののこう大きさ深さみたいなものが。 あるところだなとといいうふうに思いましたあはですね私は印象的だったのがやはりまその入院に向かわれる中で向かわれるその時期にあのやはり抑うつ状態っていうのが、まあ、どん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 深まっていき ええー、機燃料を持たれるようになった。そしてあのえっとこのこのこのもう頭が爆発するようなこのうつ気分っていうのをもう耐えられないと。 思われる、えー、そしてその騎士燃料を持たれるんだけれどもでもどこかで誰かに助けてもらいたいって思いが常にあるって言ったその複雑な思いあのその葛藤だったりその騎士燃料というものが実際どのような考えがよぎってどのようなこうイメージによって増強されたり払拭されたりするのかといったその具体的なことを語ってくださったのもすごくありがたいなと思いましたね。うん そうですねまあ、なかなかこう内田さんはまあ日々あの患者さんのこう診察にあたられているわけで、うん、まあそれぞれのこう具体的なストーリーにパ、まあ、あブリックにはできないいろんなストーリーに触れられていると思うんですけれども、まあ、直接の,その,あの患者さんではないにせよこの濱田さんの,あの人生をこう通して、まあ、言ってみればちょっとこう診察室の中をのぞかせていただいたような、まあ、そんな経験もこう読者の方に伝わる。 あの本になっているかなというふうに思います。うん、うんうん、本当にその通りだと思いますね。でそのそのあの流れですとやはりえっ、ー、と息子さんを亡くされたことというのをあのまあ一生にわたりあのかなり詳しくあの書,書いてくださってるまあ話してくださっているんですけれどもあのまあ、ご自分と同じうつ、えー、の えー、影響によって好きし燃料を持たれて、そしてあの息子さんの場合には亡くなられてしまったということをやはり防げなかったとっいう罪悪感は今もなお持たれていらっしゃるんですよね。あのそしてこの,この本の中で 息子さんの思い出を語ることによって、やはりその、何て言うんでしょうね、息子さんが生きてきた証し、そして、あのそのそ息子さんの苦しんだその経験というのが、まあ、誰か違う人の糧になるといった意味で、あのやはりそこに、そこにな、なんて言うんでしょうね、私は、 ものすごく愛情を感じたというか息子さんに対する愛情とその社会に向けられたあの浜田さんからのやっぱ愛情を感じたあのところでもあったのでそこはものすごく貴重なあの本の中の一生だなと思っていますね。はい ありがとうございます。まあ、具体的になあの具体的にどういう風にこう語られてるのかというところはぜひ皆さん本にとってあの手にとってあの確かめていただけたらなという風に思います。まああのお二人ともちょっとアメリカに長く住まわれていてというあのお二人ではあるんですけれども改めて今回ちょっと日本の読者の方にもしここんなところを読んでもらえたら。うん といいうううようなメッセージがあれば最後に聞かかせていただけますすででしょうか、うん、もちろんです、まあ、何点かあるんですけれども、まあ、第1にはやはり精神科に関するそのイメージというものがおそらく多くの方々があの辛い思いをされた経験はありそして多くの方々が精神疾患を、えー、と経験されたっていうような方も多いと思うんですけれどもそれでもなおやはりこう精神科って聞くとものすごく こう暗くてちょっと、まあ、ステロティピカルな意味でクレイジーで、えー、と取っつきにくいものっていう。 あのイメーやはりそれがまあ、もちろん何て言うんでしょう,こう暗い部分もあるしあの言ってみたらちょっとクレイジーな部分もあるかもしれないけれどもそれでもこれが人生の一部であってそして回復が可能なことでもある、えー、そしてこう回復っていうのもこう病気がなくなるっていう意味での回復である場合もあれば病気と共に生きてそして、えー、自分とあの 自分のこうやっぱり幸せを感じられる瞬間があの多い人生を送ることもできるってそのような希望を感じていただけたらなと思っております。そして、まあ、もう一つに関しては、やはり濱、えーまあ、田さん の場合は日本の、まあ、経済政策にかなり関わってらっしゃったので、えーあのそのまあ、その浜田さんの考えが全てが政策に反映されるわけではないんですけれども、しかし、やはりその、えー、と今私たちが生きているその、まあ、日本社会の中で、えー、どのような考えがその裏にはあって、それがどのようなあの今の状況に影響したのか、そしてどのようなあのその中で成功があり、 失敗があったのかっていうことをあの直にまた触れられる機会でもあるので、あのその点我々一人一人が国民一人一人が考えていかなければならないポイントも私は多いなとあの感じました。あのやはり女性の活躍の、えー、がなかなかできないといった社会の状況だったり、うんえー、そうですねえっ、ー、とまあ、その他いろいろなんですけれども、あの皆さんにその社会という点でも視点を向けていただきたいなという内容も形。 っってくださったのでその辺もぜひぜひ読み込んでくださったら嬉しいと思っております。 やはりこう日本の経済という点で、まあ、今の状況に、えーまあ、納得されていない方満足されていない方というのはあのたくさんいらっしゃるかと思いますし、まあ、日本の不況というのは今に始まったことではなく、えーまあ、私,私も鳥島さんも今41歳なんですけれども私たちの人生の大部分が日本においては経済は停滞していると言われてきた時代を過ごしてきたかと思います。やはり それ,それを考えると、こう今のこう小さな例えば金利の上げ下げだったりとか、うん、え円安のことだったりとか、またパンデミックや中東、ウクライナでの戦争だったりということの、まあ、その影響はもちろんあるにせよ、やはり私はもう内部から、内から日本のこうカルチャーが変わらなければならない時期に来てるんじゃないかなって思うんですよね。 やはりこう日本の経済成長をまあ妨げる要因として少子化や多様性の欠如などが頻繁に挙げられますけれどもそう考えると日本の古典的な労働感だったりジェンダーバイアスさらに家庭を持ちながら仕事をすることへの,あのハードルの高さといったそのような現状の是正こそが長期的に経済効果をもたらすかもしれないと私はまあ本気で考えております。そののの点やっっぱり政治家というのはあの世論にまあ対応するものでもであって でえー、やっぱりこう社会の中でのムードトーンというのが変わっていかない限り政治的な動きっていうのはなかなかあの出てこないんじゃないかなと思うのでその点我々こう国民一人一人が考えていって、えー、我々一人一人がやはりこう自分の健康や家庭を犠牲にせずにあの多くの人が能力を発揮できるような社会に近づくようなあのその願いっていうのに正直になることが、まあ、重要なんじゃないかなということ やはり再度あの考まさになんていうかその辺りの,あの答えをこう濱田さんから引き出されるような質問をあの内田さんこの本の中で投げかけられているところもあの読みどころだと思いますし、ね、実際私たち一人一人があのどういうふうにじゃあそういう社会のこう声をキャッチして内側からこう変わることができるのかっていうそのモーメントと、まあ、あのまさにその。 う、えー、る力を社会、まあ、個人個人の力がその社会を実はその変えることができるんだっていうことをあの前女の,そのソーシャルジャスティスで、えーまあ、アメリカのこうコロナ禍におけるこう激動の変化とともに、えー、実体験も交えて語ってくださっているのがあの前女のソーシャルジャスティスなので。 を生きるとあのセットであの、まあ、一見あの、ちょっと関係のない2冊っていうふうにもしかしたら見えるかもしれないですが、実はその深いところでつながっている2冊でもあると思うので、ぜひあの2冊一緒に同じレベルですしあの、手に取っていただけたら嬉しいなというふうに思います。ありがとうございます。ぜひ